この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りします。皆さんお元気ですか？北海道から毎週発信、酪農情報専門チャンネル、デイリーナビ TV。 今回は札幌雪まつり最終日の配信となります。雪まつりが終わりますと冬も折り返し、春がすぐそこまでやってきているような気分になって、ちょっとね、明るい気持ちになるんですよね。本当に春が待ち遠しいです。さあ、今回も酪農に携わる皆さんにためになる情報をお届けしてまいります。今回の特集はこちらです。北海道の東部にある別海町、10万頭を超える牛が飼育され生乳生産量日本一の町です。今回はここで予託専門の牧場を経営している西崎牧場をご紹介します。飼養頭数は350頭、80兆の農地を持ち、牧草はすべて自社で賄っています。現在は予託頭数の増頭を目指してドーム型牛舎を建設中です。ドーム型牛舎の優位性や期待することを詳しく伺ってきました。こだわりはですね、自分たちが考えた育てた草を肥やしているということです。基本的には外部からあまり、外部って言ったら失礼に当たるんですけども、うちの肥料だとか土地管理を、草地管理をやってる以外の草は今買ってません。例えばエアレーションだとかね、炊飯作業だとか、肥料に特殊な肥料を使うとかね、いろんなことを今考えてやってます。牛の健康はもうひとえに生まれてから哺乳期間の管理をきちっとするっていうことね、特に初乳はちゃんと飲ませるとかね、そういうプロセスを踏んできて、新鮮ないい草を食わしとけばまず大丈夫じゃないですか。そう語る藤田さんはもともと農協職員。農協退職後、それまでの経験を生かし29年前にニューブリーズというコンサルや資材を販売する会社を設立しました。農家にとって何が必要かということの追求の繰り返しですよね。そこに尽きると思います。だからうちはね、人工授精もやるし受精卵移植もやるっていうようなことで事業は進めてます。そうした中で離農する農場を買い取り、西崎牧場を予託専門牧場として法人化したそうです。予託を始めてみようと思った経緯はですね、まず従業員が確保できたということ、ここに今責任者が張ったというのがいるんですけども、従業員が確保できたということと、そのニューブリーズという会社が今までやってきたことを実践的にこっちでやりたいというのが一つあります。それともう一つは従業員食わしていかなきゃならないですから、それなりの事業をプラスアルファするっていうのがたまたま予託だったということ。とりあえずここの農地施設を全部西崎牧場という法人が西崎君から買い取ったもんですから、そこの資金をきちっと整理していくためには、要は余分な投資を極力抑えて、そして資金調達をかけるということになると、やっぱり予託が一番だと。初期投資が少なくて済むんですね。極端な話、でかい機械も必要ないし、極端に外注する必要性もないし、自前の労働力の中である程度できると。端的に収益を上げながら資金の回転力を上げていくためには、同じ日銭を稼ぐんでもね、もう計画的にできるということのメリットが予託にはありますよね。1日なんぼという金額が決まりますからね。今多くの方がですね、育成を外注するということで、要は予託事業なり受託事業っていうのが進んでるんですけども、
全てのものを基礎飼料である牧草から配合飼料何もかも全部外部から入れてたんではコストが合わないです全然ね。たまたまここはもう農地があったんでその部分を自前で収穫することによってかなり圧縮できたということなんですね。だからいかにあのコストを抑えてねあの皆さんが納得していただける料金体系を取るかっていうところが一番今難しいところですね。あのですね全ての資材建築資材含めねコンクリートも含めて骨材も含めてものすごい勢いで値上がりしている中で普通の切り妻タイプの鉄筋コンクリートで建てるととてつもない金額が必要だと。それに比べてこのドーム業者っていうのはね半値近くで済むと。で私どもとしては少なくとも1日1棟にその施設のコストっていうのは絶対的に100円以内に収めたいと。でそれが可能だったのがたまたまこれだったということですね。見ての通りかなり高さがありますんで若牛に必要な特に新鮮な空気の流れだとかねそういう面からいくとかなり有利かなと思ってます。で作業効率が非常にうまくいけるんじゃないかなという感じが持ってます。これまで培ってきたものを最大限に発揮できそうな牧場をされてますよね。最近は飼料の問題がありますがここは自分たちが管理している牧草しか与えないということで、まあ、牛の健康はもちろんですが経費削減にもつながりまさに一石二鳥と言えますよね。さてドーム型牛舎のお話も出てきましたが安いだけではないドーム型牛舎の魅力をたっぷりと伺ってきました。基本的には、膜構造物っていう建築物の種類になると思うんですけど、日本製ではないので基本的に、考え方が違って要は、アーチの骨組みを、立ててでその上を、なんて言いますかねテント生地みたいな独特なそれでこう覆って固定させるっていう考えですね。オーダーする際に、その地域の住所など全部詳細情報をお送りしてその上で設計してるんですよ。で当然風速ですとか北海道に関しては積雪も全部計算されてでその上で、設計してもらってますね。一言で言うとやっぱり、他の建物に比べて安価なのがやっぱ一番だと思うんですよ。でそれとあと建設に関しても早い、それも、料金の方つながっていくとは思うんですけどでそれがまず一つで、あとは実際に牛舎建ってみて見ていただくと分かるんですけど、シートの建物なんで、通光性光を通すっていう性能があるのでやっぱ明るいんですよね。普通の牛舎だとこう暗くてジメッとしたイメージどうしても結構あると思うんですけど本当明るいっていうので、で海外とかだとそれゆえに肥料とかそういうものとかで牛馬またその中に入れる動物の健康にもいいっていう風に歌ってるぐらいなのでそこがやっぱ大きいかなと思います。すごく自然に近い形でその建物を提供できるっていうのはやっぱやってても嬉しいなって思うことはありますよね。僕も動物が好きなので あれは牛が初めてかな今回。結果的にあの下にカーテンが入りますんでその上側に雪の問題をねきちっとクリアするそういう意味があってあれつけてるんですけどもね。いやうちでもこれ今回やったのは初なんですよね。やっぱりカーテンとかつけるにあたってやっぱ軒あった方がいいと思いますしで、海外でもこれは実績あって海外のサイトにも載ってるっていうので、今回導入しましたね。うちだけじゃなく他の会社さんでもこのドームで牛舎とかやってると思うんですけど基本的にやっぱ決まった大きさでやってレイアウトはお客様ですとかそっちで決めてくださいっていう感じになってると思うんですけどうちはやっぱり最初の発注の段階でどういうレイアウトにするのかで、今回は育成の牛舎やらせてもらってるんですけど
まあ、今後例えばロボット牛舎ですとかで昨年だとパーラーのホールディングエリアとかもやらせていただいてるんで、やっぱその中に合わせて上物をやるっていうのがやっぱうちの強みというか、そういうことはあると思いますね。実際牛が入ってみてね、入ってみて成長だとか食欲だとかそういうものをこれから検証ですよ。やっぱりうちでこれを作ってうまくいくんであれば、今皆さん悩んでる施設投資の面でちょっと考えるとか出てくるかなと。普通のデー型作っても今コンクリ売っちゃうと30万超えますからね。でこれだと大体20万以内に収まりますから、そうするととてつもないコストパフォーマンスが良くなるという考え方をしています。お安くできるのはもちろんなんですけれども、明るくてとってもいい雰囲気の牛舎でしたよね。完成がとても楽しみですね。ちなみに上物の工期は 2、3週間、寒さや暑熱対策にも優れていまして、白いシートが熱を反射して通常の牛舎よりもかなり涼しいんだそうですよ。そして台風が来ても問題はないということでした。もちろん牛舎以外の用途にも対応しているということなので、これ気になるなという方はこちらまでぜひどうぞ。以上、特集お送りしました。続いて酪農トピックです。角川建設とナスケオ環境が新しいバイオガスの提案として日本初の小型低圧バイオガスプラント1号機がいよいよ今年4月に着工、6月に稼働、さらに10月には2号機の稼働を目指しています。そこで2月17日に角川建設で酪農家向け小型低圧バイオガスセミナーが開催されます。糞尿からバイオガスプラントで生産される電気を牧場で利用し、余剰電気は売電できます。また熱を牛舎に活用したり、消化液から絞られる再生式量を牛舎に戻すなど、まさに地産地消が可能になります。速効性のある散布しやすい消化液の肥料成分を極力活用し、消化液を畑にまくことで化学肥料の使用量を軽減するスマートな循環型酪農がこれからの牧場の安定経営に欠かせない技術です。なんと去年1年間でフランスやベルギーなどで優れた優位性が認められ、全世界で100機販売されました。今酪農家は苦難の時期を迎えていますが、この危機を乗り越えるために牧場にある資源を最大に有効活用することが必要になります。今回のセミナーは日本初の酪農家向け小型低圧バイオガスプラントの技術を知るいい機会になりますので、ぜひご参加ください。代わって去年11月に札幌で開催された酪農関係者向けのイベント、北海道酪農技術セミナー2022の出展ブースをご紹介するコーナー、今回はこちらです。私たち日本ニュートリションと申します。飼料プレミックスや、混合飼料、またあと飼料の輸入などを行っている会社になります。はい、今回ご紹介させていただくのはカビ毒対策品の、マイコフリー DX です。従来の吸着に加えて無毒化というのを特徴としています。カビ毒の無料分析も自社の研究所で行っていますので、合わせてご活用いただければと思います。お問い合わせをお待ちしてます。有限会社ファーマーズマーケット工藤と申します。世界中から酪農に関する機械、デバイスなどを輸入して販売しております。今回おすすめの商品は、毛コール分娩センサー、機能としてはこれを牛の
尻尾に取り付けて分娩通知が来るというシステムになっています。このような感じで取り付けていただいて、通信モジュールが内蔵されてますので、どこにいても携帯で通知を受け取ることができます。これによって、分娩監視作業の低減だったり、子牛を早く救出するなりということが可能になると思われます。問い合わせ先は、弊社有限会社ファーマーズマーケットまで直接販売しておりますので、よろしくお願いします。続いて全国の酪農家の皆さんが撮影した動画や写真をご紹介するもっと知りたい遊牧場、今回はこちらです。北海道網走の東もこと芝桜公園から車で2分ほどにある塩頭数170頭の向井牧場。曽祖父の代から始まり現在4代目となる向井牧場は、おばあ様の代からお母様奥様と3代女系で、代々お婿さんが後を継いで歴史を紡いできました。日々の作業を手を抜かず、牛にとっても人にとっても過ごしやすい牧場へとつなげている向井牧場からはこちらです。おいしそうに水を飲んでいると思いきや、飲むふりをして実は飲んでいません。何をしているんでしょうかね。こちらはしっかり飲んでますよ。ものすごく飲みっぷりのいい子牛ちゃんたち、2頭とも口からよだれを出しながら尻尾をフリフリして飲むミルク、おいしそうですね。最後は素敵な事務室のご紹介です。毎日の仕事の合間に従業員もお客様もくつろいでもらえるようにと大工さんと何度も相談して完成したこの空間、自宅よりもお気に入りなんだそうですよ。カフェコーナーでテンションアップですよね。さあ、遊牧場では皆さんの自慢の牧場の映像や写真もお待ちしていますよ。続いてお知らせです。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン2月号はただいま発売中です。2月号は求められる需給改善策とは、コスト削減術などが紹介されています。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン購読ご希望の方は、こちらデイリーマン社のホームページにアクセスしてお申し込みください。それでは皆さんにプレゼントです。抽選で10名の方にデイリーマン2月号をプレゼントします。読んでみたいという方はこちらからご応募ください。番組ホームページに応募フォームがあります。こちらからお気軽にご応募くださいね。お待ちしています。さて、デイリーナビ TV 次回の特集はこちらです。放牧酪農で生産性より持続性の牧場経営と題して、北海道足寄町の北野牧場をご紹介します。12年前新規就農を目指して岡山からやってきた北野さん、牛の頭数は少ないながらも放牧酪農を基本として農薬を使わない牧草作り、質の良い牛乳作りを実践しています。そんな北野さんの思いを伺いました。さて、お送りしてまいりましたデイリーナビ TV、 番組公式サイトでは番組のバックナンバーのほか、スポンサーのウェブサイトともリンクしていて、最新の製品情報などもチェックできます。酪農を取り巻く環境は厳しいですが、デイリーナビ TV が様々な情報提供の場となって、酪農家の皆さんがこの苦境を乗り切るお手伝いができればと思っています。酪農情報ニュースでは特集に関連した情報や魅力的な情報を提供していますので、ぜひこちらも活用してくださいね。そして番組公式サイトでは、今ご覧になっている YouTube チャンネルよりも一足早く最新作を見ることができますので、こちらもぜひチェックしてくださいね。それではまた次回のデイリーナビ TV でお会いしましょう。この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG と
ご覧のスポンサーでお送りしました。